日本ジオパークに認定されている桜島錦江湾ジオパークについて再認定のための現地審査が行われました。再認定の審査のため鹿児島市の桜島ビジターセンターを訪れたのは日本ジオパーク委員会の審査員です。桜島錦江湾ジオパークは活火山と人が共生する全国世界的にも珍しい場所として2013年日本ジオパークに認定。2021年には錦江湾の一部と鹿児島市、姶良市、垂水市の全域に広げたエリアも認定されました。今回はエリアを拡大して初めての再認定の審査です。審査員は桜島の噴火の歴史について聞いたり観測機器などを見学。観光ガイドからは観光客やガイドの育成の現状について説明がありました。分かりやすくどうやって楽しく解説をしてお客さんにジオパークを楽しんでもらうことがすごく大きなジオパークの課題の一つであるのでとても先進的な一つの事例でもあるかなと思いました。生き生き皆さんが語ってくださっていて、ね、はい、素敵だなと思いました。桜島きれいに見えてよかったです。今回の審査を踏まえ来年1月には再認定されるかどうか発表されます。